サーブ MFI-15、MFI-17 デンマーク空軍の T-17、サーブ MFI-15 サファリは、スウェーデンのサーブ社が開発した、軍民療養の軽飛行機である。同社に買収された、丸目社の軽飛行機 MFI-9 の、拡大発展型として開発され、1969年に、初飛行を行った。機体は、空冷水平対向4気筒の、 アブコライカミングアイオーマイナス 360A1 バイト6エンジン単発で、剣翼配置の全身翼は良好な下方視界の確保に役立っている。試作機は当初、通常の低翼配置の水平安定板を有していたが、未整備の飛行場で運用する際の損傷を最小化するため後に T 字型 B 翼に変更された。膠着装置は三輪式の固定足だが、オプションで、 お臨式にすることも可能だった。軍用型は MFI-17 サポーターと名付けられ、訓練以外にも弾着観測や前線航空管制、コイン任務にも使用可能であった。サーブ社はサファリとサポーターを合わせて約250機を製造し、1970年代末に製造を終了した。また、1976年からは、 パキスタンの PAC が無主尺の名称でライセンス生産という質を行い150機以上を製造した。PAC ではさらに独自の改良を加えたスーパーム主尺も製造している。1980年代にはスウェーデンで副合材製の延長翼と2本のスキーが取り付けられた MFI-18 という名のモデルがテストされたが実用化はされなかった。 PACMFI-395 数、パーム主尺。ありがとうございます。